ローブラザー白瀬ゴールドです。今日はハイブリッドスクロースとの連携ですね。水力と、元素熟知ゴリ上げの、スクロース、こちらが、まあ、レザーベネット深淵のパーティーにどう影響してくるのかっていうところを解説したいと思います。後で止めたりとかするんですけども、まずはこれをご覧ください。はい、で次はとりあえず時間がどれぐらい違うのかっていうところを一回流した後に止め映像で説明していきたいと思います。はい、上が水力と熟知スクロース入りの、まあ、連携ですね。で下がなしの3人連携、下の方は、まあ、スクロースに変える分のタイムロスがないっていう設定でゴリゴリをしてますね。はい、上の方はですね、もう14秒で守衛を倒しきってますが、下の方はまだ終わってないですね。で、まあ、22秒、大体まあ6秒ぐらいの差が出たんですけども、まあ、1体でこれぐらいの差が出てきてしまうというところで、まあ、なんでこれぐらいの差が出てしまうのかっていうところ、ただ単にスクロースが入っただけでそんなに火力が 1.5 倍以上も上がるのかなっていうところを今から細かく説明していきたいと思います。まずはストップしながらの説明になるんですけども、ここでまあ元素爆発を打って、まあ、ここで雷元素を与えて、スクロースの一発目の爆発の時にしっかりと紫入れていく。で、紫の負荷ダメージがどんどん入るんですね。紫色にすると爆発が起きる瞬間に、まあ、紫自体のダメージも入れて元素を付与したままにするんですね。その状態でベネットが元素爆発を打つと過負荷が乗るわけです。これ熟知が200近く上がってます。で、ここで深淵 のスキルを発動なんですけども、これにも雷が残ってるんで過負荷が乗ってますね。で、さらに燃えてる状態のやつに対して雷拡散が入るわけなんで、それにも過負荷が乗っていくっていう形になってます。で、さらに元素爆発をレザーにかけて、まあ、元素ダメアップと熟知が乗ってる状態で、深淵の炎継続ダメージがある状態で狼レザーでもうボコボコに過負荷が乗る状態で戦い続けるというような感じ。これでダメージがこれだけ出るっていう形になってますね。あとはステータスの方の説明もこの後していきます。ヨーブラザー、いつもご視聴ありがとうございます。ってことでやっていきたいと思います。スクロースのステータスから、で元素熟知が今700ぐらい出ますね。元素熟知高めです。で、この元素熟知上げることによって拡散の威力が上がりますんで、まあ、スクロースがね、場から退場してもどんどん拡散ダメージを与えていくっていうところで今回こういう設定にしてます。で、武器は元素熟知を上げて、まあ、元素のチャージスキルを2発3発と打てるようになるんで、元素の回収も早いんで元素爆発をどんどん打てるってことでこれにしてます。で、生物は水力の4セットで使うのが、まあ、元素チャージ効率が入ってて元素熟知が入ってれば結構面白いのかなって感じで、左の2つはそんな感じで、真ん中が元素チャージ効率、これはちょっとこっちの方で元素チャージあまり漏れてなかったんで真ん中で補う。これをもし元素熟知の方に変えて元素チャージがサブで入っているようなものがあれば元素チャージは足りると思うんで、サブに上げて元素熟知900とかにね、そういうこともできます。で、右の2つは元素熟知にしてみました。で、まず星座の説明の前にテンプですね。で、今回使うのがこっちの元素爆発を思い使っていくところで、この、まあ、拡散を起こしながら元素の付与していくっていうものになるんですけども、まあ、この風鈴がね、スキル発動中に、まあ、何かの元素に接触すると、その元素をもとに、なんかダメージが付加されるんですね。ダメージを追加でね、与えることができるんです。例えば、炎元素がついてれば、炎の付加ダメージ。で、雷がついてたら雷の負荷ダメージがさらにつくって感じになるんで、拡散を起こした後にその拡散で起こされた元素がなくならないで、さらに雷だったら雷がついたままその拡散の技が出続けるっていう感じになりますね。なので電気を残したければ電気っていうような感じになります。で、その負荷ダメージはこっちのレベルを上げることによって上げることができます。テンポを上げることによって。で、次こちら、拡散反応を起こしたらチームの元素熟知が50上がるっていう効果がありますね。拡散どんどん起こしながら元素熟知みんなの上げていく。で、こちらなんでも非常に優秀で、
この元素爆発か元素スキルが敵に命中した場合、スクロースの元素熟知 20% を基準にチームメンバーの、まあ、全員元素熟知が上がるということになりますね。だから元素熟知が、まあ、700ありますんで140上がることになってます。プラスこっちの該当チームメンバーの元素熟知もこうやって上がることになるんで、まあ、200近くですね上がるようになってます。なのでまあ拡散反応を起こした時に何の元素で起こすかっていうところを意識すれば結構面白いのかなとは思いますね。でさらにこっちの、まあ、突る効果なんですよ。無突でも十分強いんですけども、一突すれば、まあ、元素スキルが使えるんで、まあ、一突してた方がいいかなって感じはしますね。あとはこっちの元素爆発のスキルが延長される。でかなり優秀なのがこの6突で元素爆発の元素の色が変わったときに、その色の該当の元素ダメージがね 20% 上昇するってことになるんで、例えばフィニッシュ、今回だったらレザーで最後ゴリゴリ攻撃したかったんで、まあ紫のやつにしてみました。でこんな形で絡むことによってかなりチームの火力が上がって、さっきみたいな時間の差ができましたね。で元素熟知200とか味方の上げるってことは、レザーと深淵でやったようなことがまた起きるわけですね。過負荷が元素熟知が200上がった状態で過負荷が入っていったりとかするんで、そうなってくるともうだいぶダメージが変わってきますよね。もうほんと 100% 近いようなダメージ、倍近いような過負荷のダメージが乗ってくるような設定になってくるんで、今回みたいな結果になってます。まあ、スクロースの場合って例えば、まあ、今回はこういうビルドを皆さんに紹介してどうですかって感じなんですけども、例えば紙風原点とかに変えて、ね、もうゴリッゴリの厳選して、もうゴリッゴリの厳選してなんだろう、会心率、会心ダメージゴリッゴリに持って風生物つけて、で水力の風元素ダメージプラスなんかスキルの力で剣闘士2つとかでも何でもいいんですけど、そういうの持ってゴリゴリパワータイプのスクロースも作っても非常に強いんで、まあ自分の厳選具合によってはその火力盛りのスクロースで楽しむっていうのもいいし、まあ、こういって水力と元素熟知を持ってサポートに回ることも可能です。例えば水力って今みたいに自分でコントロールしないとあんまり効果って乗らないんですけども、その効果自体がマルチプレイとかだと結構属性元素が入り乱れたりとかしますんで、まあ、そういった時にはかなりこの元素熟知がかなり味方に乗りまくるような設定のスクロースはかなり優秀なんじゃないかなと思います。さあ最後までご視聴ありがとうございました。スクロースの方どうでしたでしょうか。ぜひね気に入っていただけたらスクロースの方ね使ってみてください。ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方と、まあ、Twitter のフォローの方もぜひぜひお願いいたします。僕ライブの方結構よくやってますんで、そっちの方にも遊びに来てコメントくださると非常に喜ぶと思いますんで、よろしくお願いいたします。この後続く動画は、ボスの周回ですね。ボスの周回で今の紹介したスクロス入れたパーティーを使っていくのと、あとは螺旋12層の上半ですかね、そっちの方に、まあ、こちらのパーティーを使って行って見たというような動画になってます。ぜひぜひそっちの方もね最後までご視聴していただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。